味噌を扱う食品メーカーと物流を一括しておけよう長松運様の事例です。メーカーの工場からこちらの物流センターにロット単位で運ばれた商品は短期間で出庫されます。保管場所のルールはなく、倉庫に直置き段積みという保管方法でした。ですから入荷量が増えて在庫が多くなると途端に作業効率が悪くなり、迅速に出庫ができないという問題がありました。そこに新たな課題が生じました。夏場の温度管理を徹底することが必要になり、加えて商品包装の簡易化が進んだことで段積みでの保管も難しくなったのです。品物が少ない時っていうのは非常にこうあっちこっちいろんなところどこでも置けるわけですし、非常に自由度が高いんですが、品物がどん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 できて量が膨らんでくるんです。他にもあれをどけてからこれをどけ、これをどけてからあれをどけ、こういうような合理性の失った際に対応したと、こういうのがあります。目指す姿は保管効率を高めて温度管理を低コストで実現する物流センター。しかも短期間で出庫するので作業効率も大切です。そこでスライドインバッグを導入してロット単位での商品管理を行うとともに、保管場所のルールを確立することにしました。では今度はソリューションゾーンの安西さん。はい、こちらにスライドインバッグがあります。早速新型ゼロワンを使って出庫します。お願いします。今出庫作業を見ていただいています。在庫管理システムによって作業者の端末には出庫情報が表示されています。ですからロケーション番号を確認してハンディターミナルでバーコードを読み取り、指定された場所から商品を出庫します。